スウォーカーが重要になってくる。無人兵器に人類の罪を押し付けるつもりか。なかなかのロマンチストだな。覚えているか、キューバ危機の時、ソ連潜水艦の士官は米駆逐艦へ向けた核搭載魚雷の発射命令を拒否した。今にして思えば、彼は全面核戦争から世界を救った英雄だ。つまり人間に核は撃てん。 AI ならば躊躇なく核を撃つ。そう、だからこそ真の抑止力となるのだ。ためらいを持った人間が関与するからこそ抑止論という駆け引きが成り立つんじゃないのか。いや、マシンは間違いを犯さない。過ちを犯すのはいつも人間だ。だからこそマシンによる全自動の抑止力、ピースウォーカーが必要になる。この導入が決まれば、ラングレーは新冷戦のへその緒となるラテンアメリカに再び注目する。ホンジュラス、ニカラグア、コスタリカ、パナマ、中南米カリブ海沿岸にピースウォーカーを配備する。北米、南米、西インド諸島すべてを射程内に収め、まずはこの大陸を粛清するのだ。まだまだあんたの時代は続く。分かってないな。思想に失墜したザボスと共に英雄の時代は終わった。これからは感情なきシステムが英雄になる。それが一番分かっているのは貴様だろう。いや、貴様の相棒か。金で買える抑止力、国境なき軍隊、これも新しいシステムだ。実に目の付けどころがいい。オファーなら断る。いや、そのつもりはない。私の新しいシステムを売り込むためには、君たちのような旧システムが目障りなんだ。待って、コールドマン、この男から聞きたいことがある。ママルの完成度に関わる重要な事項だ。私に身柄を預けてくれ。あまり入れ込むなよ。ソルト2の会談は予定通りとの連絡が入った。核発射は時間通りに行う。スネーク、彼女の再臨に協力してもらうぞ。黙れ、ボスは死んだんだ。連れてこい。过干直接就按错了。鸡巴妈每次都突然跳个那个 CQC， 然后把那个 QTE 根本就来不及。根本就来不及。就不能够有个提示吗？就只有左手会突然闪一下，然后就结束。
抓了一下奶，好了，全部就是为了抓个奶而已。連れて行け。这样就抓到奶了。重点就是为了这个。而且这边竟然是有两个人，很炫。スネーク、これがあんたに聞こえているといいが、あんたはストレンジラブ博士に捕まっちまったようだ。武器装備は没収されたかもしれない。だが、まだ何かあるはずだ。思い出してくれ、スネーク。亡命ではない。自分に忠を尽くした。お前はどうだ、国に忠を尽くすか、それとも私に忠を尽くすか。国か恩師か任務か思想か組織への誓いか人への情か。ただ一つ絶対に信じられるのは任務だけよ、ジャック。又被拷问了。目が覚めたか。コールドマンの私欲など興味がない。私が知りたいのは一つ、真実だ。私は科学者だ、 AI の開発者だが、私は AI ではない。私は科学者だ、だからこんな真似はしたくない。いいか、私は科学者だ、だからこそ納得のいく答えが欲しい。さあ、何を知っている？お前のボスはアメリカから小型核弾頭を盗んで亡命した。それを使ってソ連領に核を撃った。それが CIA が伝えたデブリーフィングだ。亡命ではなかったのか。答えろ。彼女は祖国のために死んだというのか。あいつはアメリカを撃った。俺はその始末を命令された。違う、私が知りたいのは真実だ。覚悟はいいか、デンジクスグリボーだ。周囲に発生した電界が全身の情報性神経路を直接刺激する。くすぐりの系とは随分古典的だな。痛みに耐える訓練はしているだろう。これは。俺が憎いか。いいだろう。何でもすればいい。俺が彼女を殺したんだ。それは分かっている。その動機が知りたい。国に忠を尽くした英雄がどうして祖国を裏切った。何があった。お前は何を見たのだ。国だけじゃない、あの女は俺をも裏切った。ならばそのバンダナは何だ。裏切り者の形見だろう。何のことだ。じゃあその傷は何だ。彼女と同じ傷を。まさか偶然とは言うなよ。それ
思い出のアクセサリーか。めめしい男だ。答えろ。ハケ、彼女はアメリカの犠牲になった死んだろ。自らの魂を、尊厳をもてあそんだアメリカのために、その任務のために、彼女はお前などの手で私はお前が憎い。だがお前には私の気持ちがわかるはずだ。何のために彼女が死んだのか、私には知る権利があるはずだ。なぜ言わない？お前はもうアメリカの犬ではない。国に忠を尽くす道義などもうないはずだ。答えろ。お前も愛する人を蘇らせたくはないのか。そうだと言え。彼女はアメリカのために死んだのだと。自分を裏切り続けた国を最後まで裏切らず、自分の命を犠牲にしたと。違う。あの女は裏切り者だ。どうして？何のために？祖国を呪いながら死んでいった。なぜだ？誰のために？何を守っている？あんなものの完成を手伝うのはごめんだ。受け入れろ。ボスは死んだんだ。あんなマシンにボスの魂が宿るはずがない。電圧を上げる。二度と笑えなくなるぞ。太爽了。笑いすぎたか。入ってろ。外卡片嘞！逃げようなんて思うな。鸡巴！外卡片没烟。拿仙居。移動コンフィグには L1 ボタン、R1 ボタンを交互に押すんだ。音を聞かれないようにな。看屁哦！嗯，特に変化なし。あ、何してる？ここまでだな。超倒霉。どうしたんだボス、答えてくれボス。噔噔噔，鸡巴，要离到他离远一点。
逃げようなんて思うな。糸の子を引くには L1 ボタン、R1 ボタンを交互に押すんだ。ああ何してる貴様こんなものを何があったんだスネーク、スネーク。但要拿卡片一定要从那个关卡回去拿耶，吧，算了。逃げようなんて思うな。糸の子を引くには L1 ボタン、R1 ボタンを交互に押すんだ。音を聞かれないようにな。交叉掩护法，我叫什么？
超 CQC。 次有卡片就很容易拿一次。また声が聞けてよかった。カズ、次はもっとよく切れるやつを用意してくれ。わかった。糸の子の歯をダイヤにしておくよ。それで、その、次はいつだ？もう悪い。おい、大丈夫か？咳が焦げ臭い。しばらく禁煙だな。いや、心配はいらない。胸の痛みは消えた。ゾボスの傷を押した。そうだ、傷跡も消えた。感服するよ。そっちの状況は、みんな無事か？ああ、実は気になることがある。パスと連絡がつかない。パス？パスなら教授に保護されているはずだ。ああ、そうなんだが、聞いてくれ。心配になって教授が用意したその学校に人を送ってみた。それで、学校は存在しなかった。いや、学校はあったが、パスは不在だった。学校関係者に聞いたところだと、教授もパスもしばらく見ていないらしい。コールドマンは俺たちのことを知っていた。俺たちは CIA にマークされている。俺たちに調査を依頼した KGB やパスのことも。まさか、コールドマンに？いや、ガルベスは単なる教授じゃない。そうだな。KGB もコールドマンの動きを常に掴んでいるはずだ。そうなると CIA の動きを察知してどこかに身を隠したか。そう願いたい。カズ、 KGB からも情報を入手してくれ。わかった。引き続きこっちでも探ってみる。カズ、先を急ごう。スネーク、少なくとも地上からはピースウォーカーが指導した様子は確認できない。まださっきの格納庫にいる。今度こそ最後のチャンスだ。 AI を破壊しよう。了解。AI を破壊しよう。班都不错，这个是机枪啊。碎碎，伊斯沃卡收纳库，看一下他的
奖杯，忘了我在游戏中看奖杯，记录了。拿到 S， 就是 Big Boss 啦，隐藏奖杯，他几乎都是隐藏的。好啦，先休息一下啦，晚一点，今天如果要开的开，点点疲劳，这就是睡三小的力量。人活着不应该只睡三小，希望能够睡到好几小。反正就休息一下，再见。